ミハリーナ・オルシャニスカは、ポーランドの女優、歌手、作家。ミハリーナは1992年6月29日、女優アグネシカ・ファティガ・アグニエシカ・ファタイガと、俳優ボイチェチ・オルシャンスキ、ボイチェフ・オルスザンスキーの間に、ワルシャーに生まれる。10代のうちに2冊の本を出版し、作曲もしている。2016年に、私、オルガ・エプナロバの主演を果たし、 ミンスク国際映画祭で主演女優賞を受賞。同作品の演技が評価され、2017年にチェコ映画評論主演女優賞を受賞し、注目された。語学が堪能で、ポーランド語の他にロシア語、英語を流暢に話す。チェコ語やロシア語の映画にも出演している。ピアノやバイオリンの演奏を得意とし、ベリーダンスを踊れる。特にバイオリンは4歳の時から始め。 音楽学校に在籍していた際には誰もが、ミハリーナは、プロになると思っていたという。父親に教わり、ジョーバイやスケート、アーチェリー等のスポーツを得意とする。母親は、ミハリーナに、薬科や法学部への進学を望んだが、自身は幼い頃から触れてきた芸術の道を選んだ。2009年に、初女作、アトランティスの星の子供ザ、チャイルド・オブ・ザ・スターズ・オブ・アトランティスを出版。 2011年には作家としての2作目となる魔法にかけられてエンチャンテットを出版する。ありがとうございます。